じゃあ、ともりさん行きます。はい、お願いします。あれ、戻らない。はい、スタートします。はい、一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室。皆さん、こんにちは。ワンちゃんコミュニケーション教室の始まりです。ナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするディンゴの認定インストラクタートレーナー末川義和と、よろしくお願いいたします。この番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります。私たちが所属するディンゴでは、支配服従の関係ではなくパートナーとしての関係を築けるよう、さまざまな情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております。 Your Radio Station。犬の寺子屋。ご愛犬に何を伝えたいのか、どうやって伝えるのか、義務としてのしつけではなく、科学的で人道的な方法により、ご愛犬の自信と自発性を育てる伝え方を各テーマに沿ってお伝えしていきます。はい、じゃあ今回は繁華のまとめのお話をしていきます。ただ前回に引き続きですね、今回も名護さんが、はい、Zoom で、参加していただいているので、ちょっとお風呂場感が出ておりますけれどすいません、はい、あとは、あと私の操作不手際が目立ちますが、その辺は皆さん、笑って済ましてください。あとですね、後半で、今回も、素敵なゲストを、お迎えしております。また、詳しくはその時ご紹介していきますね。はい、まずは、繁華のまとめですね。プログラムの繁華のプログラムのお話ですね。はい、繁華というのは何かというと、いつでもどこでも誰とでも教えたことができるようにするようなプログラムってことですね。平たく言うとですね、要するに何を教えてもこのプログラムで教えたことを完成させないと犬はちゃんとできないよってことですね。お家ではできるけれど外じゃお座りできないんですっていうのをよく聞くお話ですよね。その総仕上げが繁華のプログラムってことです。はい、具体的にはですね、ずっとお話ししているように、1つ時間、2つ距離、3つ報酬、要するにおやつですね、4つ目環境、もうこれも平たく言うと場所、これらを一つずつ変えていくっていうプログラムになります。いっぺんにね、2つ以上のものを、変えちゃうと犬が失敗しやすくなっちゃう。失敗させちゃうと犬に、あ、失敗したなんて気持ちはないんで、やったことをどんどん、学習していってしまうんで、失敗させないために一個ずつ確実にステップを踏んでいこうっていうことですよね。ただね、これ、最後にもお伝えしますけれど、結構大変な、最初は壮大なプログラムに感じるんです。こんなことをお座り1個教えるのに、いつまでこんなことやってるのと思うかもわかんないけど、これは、繁華っていうのは私の持論ですけれど、加速します。お座りで丁寧に繁華のプログラムをやって、伏せで丁寧に繁華のプログラムをやって、次ヒールポジションで繁華のプログラムをやろうとした時に一気に進んでいったりします。その後はね、いろんなことを教える時に
人間側もね、いちいち考えなくてもそのステップ踏めるようになるし、ワンちゃんたちも、あ、いつものあれね、要するにこれやればいいんでしょっていうふうにどんどん理解していってくれるから、例えば今ね、もう犬も15年ぐらいは行きますので、15年間家でしかお座りできないよりも外でお座りできた方が多分いいと思うんですよね、はい、ということで繁華のプログラムはちゃんと、入れていくっていうのが大事ですよということです。はい、で今日はですね、具体的に例題としてお座りを犬に教えたとしましょう。まずは、誘導でも何でもいいんですね、自発行動でもいいから、お座り犬ができるようになりました。これシェイピングっていう最初のプログラムですね。2番目のプログラムは弁別って言います。要は合図をつけるってことですね。前足を伸ばして後ろ足を畳んで床にお尻をつける、これをお座りって言うんだよ。お座りっていうと、お座りをすると、おやつもらえたりいいことが起こるよっていうことですね。これが弁別って言います。で3つ目、記憶のプログラムに入れていくんですね。1回できたからって人間だってずっと覚えてるなんてことはないですよね。何回も練習して覚えたり、すんごいいいエピソードと記憶と、なんていうのかな、抱き合わせて覚えていく、そういうプログラムで記憶のプログラムに入れていくってことも大事ですよね。そして4番目がやっと繁華のプログラムですね。やっぱり名古さん早くこっち来てくれないと、私どん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 難しいことを暴走して喋ってますよ止めてくれないと自分で、ああもうみんな誰もついてきてないって感じてます今とっても孤独に喋ってますからねはい、負けないですよはい、まず繁華のプログラム、そういうことで、お座りって言ってお家でお座りできるようになりましたっていうことですね。そしたら繁華、いつでもどこでも誰とでもできるように、お座りを続けられる時間をまず伸ばしていきましょう。上級になればお座りをするまでの時間を要求する、要するに早くお座りをするみたいなことを、教えたりもするんですけれど、ここではお座りを続けるっていうことね、お座りの時間を伸ばしていくっていうのを、教えていきましょうってことですね。この繁華のプログラム1番目、時間というのは、はい、ですので最初はお座りって言ってお座りできた、そう OK でおやつあげる、これも1秒もかかんないですね。次はお座りって言ってお座りができた、でそう 1OK って言って1秒できた、で2秒できた、でだんだん伸ばして8秒できた。だいたい8秒できるとそこから先は結構長持ちするようになりますので、8秒まで丁寧に続けていきましょうってことですね。これ1番、2番は距離ですね。距離を変えていきましょうってことです。お座りを教える時ってだいたい目の前で犬を座らせますよね、そうで、これを、例えばいつも目の前だったのを、10センチ下がってお座りって言ってお座りさせます。でこの時にさっき8秒できたからで、せっかく犬が座ったのに 1,2,3,4,5,6,7,8,OK なんてそんなこと言わないで、最初は10センチ下がって1番の位置に戻ります。お座りって言って座った瞬間にそう OK って言ってあげる、そこから8秒で伸ばしていく、で10センチができたら15センチ30センチってだんだん伸ばしていきますよってことですね。でこれただ後ろに下がるだけじゃなくて、横向いたりとかね、後ろ向いたりとか、お座りっていうのは、お座りって言われた時に言われたところでお座りするのがお座りなんで、人間の位置を関係ないようにするってことが大事です。お座りっていつも目の前で言ってると、犬はどこにいてもお座りって言うと目の前に来て座るようになっちゃうよってことですね。それを防ぐためにも大事なことですね。はい、3番目の、プログラムっていうのは、今度は、報酬、おやつを変えていきます。さっき、お座りって言ってお座りができた、でちょっと離れてもお座りができた、この時全部おやつをあげてるんですね、報酬としてね。おやつを見せてお座りっていうのは、これは賄賂ですよ、これはまた違うんです。お座りって言ってお座りできて OK で おやつをもらった、
このおやつをちょっとずつ、言葉悪いけどヘボいものに変えていくってことですね。ちょっとずつランクを落としていってあげる。いつもはすごいいいのもらってたのに、あれちょっとなんかランクが下がってないぐらいで構わないと思うんですね。ただ一気に下げるんじゃなくて、ちょっとずつ下げて、できたら気づかれないぐらい気づかれないように下げて、で時々はいい顔って言ってあげない。あげたじゃんぐらいの顔していいかもわかんないです。ただ褒め言葉だけでも入れてあげると犬も安心するかもわかんないですね。はい、こうやっておやつを抜いていくよってことですね。これをやっとかないといつまでもおやつがないとできない子になっちゃいますってことです。で最後4番目、環境を変えていきます。環境っていうのは場所のことなんで、例えばいつも、お部屋、お家のリビングでやってたんだったら、今度リビングの、そこの出口、例えば廊下でもいいですね。で玄関でやってもいいし、例えば玄関先っていうふうにだんだん場所を変えていきます。この時に1から3のプログラムをいっぺんに変えないで、また1からやっていくってこと。まず時間を1秒からお座りできるようにしていきます。で次は、角度を変えて距離を変えていきます。そしておやつを減らしていきますっていうので、全部できたら、また場所を変えるってことですね。これね、移動だけじゃなくてね、例えばリビングでやるときに違う人が入ってくるっていうのも環境が変わることになるんですね。犬にしたら私たちには同じリビングなんだけど、誰かが入ってくることで違うリビングになってくるから、また難しくなるんですね。こういうのも入れていくと、いつでもどこでも誰とでもできるようになりますよってことですね。ね、壮大なプログラムって感じになっちゃったんで、そんなんできないよって聞こえてます。聞こえてるんだけど、これはでもね、車の運転と一緒で、最初は紙に書いてプログラムとして、やっていただいて、これを 2,3 個やると、最初に言ったように加速します。どんどん、あ、こういうことね、それとステップアップをどんどん、早くしていけるんで、簡単に外でねできるようになって、皆さんご自身で、ゴール決めとくといいかもわかんないですね。旭橋の駅前でやれるとかね。私は、千葉県だったんで、千葉県浦安市なんで、舞浜駅でできるっていうのがゴールでしたね。はい、あのネズミの格好をした人間たちがそろそろ出てくるとかで、見たこともないです。大きな耳つけてね出てくるんです、舞浜駅っていうの。そしてキャッキャッキャッキャ歩いてくれりゃいいけど、犬とか見るとウェーとかって、なぜかネズミが犬に寄ってくるんですね。そういう中でお座り続けるとかね、そういうトレーニングをやってましたね。とってもいい環境でした。はい、ということでですね、大変に思うんだけれど、これをやってあげると犬たちはいつでもどこでも誰とでもできるようになりますよ。要するに自信満々のワンちゃんになっていくってことですね。はい、では、名護さんお願いします。はい、では次回からは今までの入門編をもう少し分かりやすく再編集してお送りしていきます。はい、私のせいです。犬のよもやま話。はい、今回もですね、前回と2回にわたって素敵なゲストをお迎えしております。この方はですね、首里でパピークラスのプライベートクラスですねを受けてくださっている飼い主さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ともりさんです。パチパチパチって感じですね。はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします。はい、お願いします。那覇市首里に住んでいます、ともりです。年齢は50代で、主人と2人で暮らしています。主人は会社員で、私は地域の公民館や自宅でヨガのインストラクターをしています。かっこいい。独身時代にですね、それぞれ実家などで犬を飼っていたんですけど、自分たちのために犬として犬を飼い始めるのは今回が初めてだったんです。うん、
なるほど、はい、そのワンちゃん、まず犬種は何でしょう、はい、柴犬なんですけれども、はい、小さい種類の豆柴ですね、ちっちゃい子ね、はい、かわいいね。お名前は、はい、こたつと言います。はい、こたつちゃんって言うんですね、はい、こたつちゃんってストーブとかこたつの類かなって思いましたら、なんと、はい、はい、リトル あれですか、年齢がわかる、もしかして大丈夫です、大丈夫ですか。リトルドラゴンの意味のこたつなんですよ ね、はい、ちっちゃなタツ、はい、はい、私と主人がタツ年生まれなので、うちのワンちゃんにも同じタツをつけたくって、小さいタツでリトルドラゴン、こたつです。かっちょいいね、はい、はい、そのこたつちゃん、何歳でしょう。はい、年齢は今10ヶ月です。10ヶ月になった、はい、あ、すごい、もうすくすく育ってますね。はい、ありがとうございます。はい、あれですよね、こたつちゃんはペットショップで、そうです、お迎えしたんですね、はい、ペットショップで迎えました。はい、なんで迎え入れたんですか、迎え入れ動機。はい、実家の父親の散歩のパートナーになってもらいたくて、うん、ワンちゃんのお迎えを決めて探していました、うん、でいざ家に迎えると小さすぎて、うん、うちの実家の父や母が怖がって飼うのが厳しいのでっていうことで、私たちの方にこたつちゃんが回ってきて突然のことで少し戸惑ったんですけど、はい、ペットショップでも一緒に探していたので、私はちょっと嬉しくて、内心、ね、よかったと思いますちょっとしめしめと思ったわけですね。はい、はいはい、そうですなるほど、ね、はい、今もずっとうちにいます。はい、はいはい、例えば こたつちゃん、将来どんなふうにして楽しんでいきたいな、まだ20年近くね楽しめますからね、はい、一緒にね。ちょっと怖がりなんですけれども、うん、今生活先生のおかげでだいぶ少しずつお兄ちゃんになってきているので、うん、一緒に海や山へ出かけてたくさんの楽しい思い出を作りたいなと思っています、ね、いいですね、はい、そういうアウトドアね、はい、ちょうど、昨日ね、そうです、クラスで末吉公園ってところの、はい、お散歩クラスっていうのをやったんですね、はい、最初はねちょっともじもじしてたけど、そうそう、だんだんこうちゃっちゃちゃちゃ行くようになって、私がいなくなった後はだいぶアクティブな遊びをしてたみたいで、ええ、はい、でも先生がいらっしゃる時にはずっとやっぱり、うん、聖火先生の後をついていくんですよ、うちの。なんか困るとこっち、おじちゃん、そうそう、助けてもらえると思って、やっぱりおじちゃん置いていかないで、ちょっとなんとかこれしてよ、うん、あなた責任者でしょみたいな言ってくるんで、自分でちゃんと処理してくださいって言うと、しょうがねえな、はい、じゃあパパに行こうみたいな。そうです、そうでしたね、パパに言ってましたね、はいはい、とってもね、本当にもう芝っぽい芝で本当かわいいよね、はい、ありがとうございます。そう思います。はい、じゃあ将来もああやっていろんな海に山に、そうです、いろんなとこ連れて行きたいんですね、はいはい、で今パピークラスで一緒に、うん、こたつと一緒に学んでくれている、はい、遊んでくれているお友達の麦ちゃんと一緒に、うん、ね、そう、一緒にできれば私たち飼い主同士は2人を仲良くして2人でしょっちゅう遊べるような二人同士がとっても仲良くなるような環境を作りたいなと思っているんですよね。もう見えてますよね、はい、でもちょっと麦ちゃんがね、積極的なんで元気いっぱいこたつちゃんがちょっと、うん、距離詰めすぎるみたいなところは、出して、ね、麦ちゃんもまだほら6ヶ月かそこへだけど、そうなんですよ、ね、だんだんシグナルが分かるようになってね、この前もね、はい、最初はだいぶ強めのアプローチだったけど、うん、そのうちこたつちゃんがちょっと強いんですけどって言うとスッとこう引いてくれたりとかね、そう、とってもお姉ちゃんになってくれて、ね、こたつのいい手本にもなってくれていますいやいや本当に、うん、とっても元気いっぱいで、こたつちゃんもいいお兄ちゃんになってきました、うん、ありがとうございます、はいね、はい、ではですね、次の質問はですね、はい、教室に臨むことまたはお困りごと、はい、メモしますので、もうこの際言って、はい、いえいえいえ、もう、はい、ワンちゃん同士が犬社会を学べる犬の保育園とか学童とかっていうのが沖縄で何か所ある
何箇所かあるっては聞いているんですけど、うん、まだまだ少なくって、うん、参加できる機会がないので、うん、どうか生活先生が作っていただけたら、はい、もう一番これがいいなと思っています。わかりました、はい、お任せくださいなんて言っているか、はい、あのさっきも言ってたんだけど、うん、いい物件あったら教えてください。真面目に考えてます。そうね、やっぱりね、ワンちゃん同士何でもそう、麦ちゃんのねお母さんもさっきじゃ前回言ってたんですけれど、やっぱり犬、とあの遊ばせるもしくは練習させる環境っていうのが、それってワンコ先生じゃないとダメなんですよね。あの小学生の子供と一緒で、友達が悪い友達と付き合っちゃうと悪くなっちゃうんで、やんちゃな子のとこに入れちゃうと、やんちゃになっちゃうんでね、だからいいワンコ先生がね、まず作らなきゃいけないんで、それはもう麦ちゃんとこたつちゃんが率先してワンコ先生になっていただいて沖縄の先駆けになっていただけたらななんて思っております。すくすくと育つように頑張りたいと思います、ね、いや育ってます。本当にね、どんどん良くなって自信が出てきてますね。本当良かったです、はい、ではですね、愛犬家へ伝えたいことなんてのありますか？愛犬の皆さんはもう、十分に可愛がってもらっているとは思うんですけど、今回私ですね、日本犬を飼うのが初めてだったので、はいはい、いろんな犬の本を購入して自分なりに勉強していたんですけど、はい、本の通りにはうまくいかないので、はい、すごく焦っていて、はい、でこたつは甘噛みの癖が強くなっていて、はいはい、あの柴犬特有のっていうんですかね、はい、なんか怒ると余計怒り返すみたいなちょっとどうしようと困っていた時に生活先生 の、 あのパピークラスに参加させていただいて、はい、あのやっぱり個体 の、 あの性質とかそれぞれ違うとか、はい、あとワンちゃんの特徴、ワンちゃんの気持ちなどを教えていただいて、はい、こたつとのコミュニケーションがとてもうまくいくようになったので、はい、自然に今甘噛みがすごく良くなってるんですよ、はい、で私たちももっと今まで以上に楽しく安心してこたつの成長を見守ることもできてるし、はい、楽しく暮らせているので、皆さんもぜひ飼い主さんの思い込みとか独りよがりとか本とかで学んだことではなく、はい、やっぱりプロ の、 あの先生たちちゃんと、はい、あの生活先生のように犬のコミュニケーションの取り方をちゃんと分かって教えてくれる、あの飼い主さんとワンちゃんが一緒に学べるっていう、やっぱりそういうところに参加してもらいたいなと思います。そうですよね、ワンちゃんの勉強じゃなくて飼い主さんが勉強したら変われるし、はいはいはい、例えばねちょうど今甘噛みのお話ししてましたけれど、基本的にほとんど甘噛み対策ってやってないですもんね、はい、でもコミュニケーションを取ってルールを伝えたら、はい、そういうものが、だんだん抑えられるし、逆に言うと甘噛みを抑えつけると他の問題が出ちゃうんですよね、うんうん、そうだから根本を変えてあげれば、うん、そういう問題行動っていうのは結構改善するよっていうことが多いですよね、はい、今回自然にあのドライヤーの音とか、はい、あと掃除機の音も大嫌いだったんですけど、はい、今掃除機の音も全然平気になってて、はい、吠えなくなったし、はい、すっごいお兄ちゃんになってきてます。これね、自然にって今おっしゃったけど、実はね飼い主さんが変わったんですこたつちゃんがそういう音で反応した時に大丈夫よって言ってあげたりとか、はい、いい子って言ってあげることでこたつちゃんが安心している。だからあ、ママがそうって言うなら大丈夫なのかなっていうので、多分反応があの静かになってきたんだと思うんで、ぜひこのまま会話をね、はい、大事に続けてあげてください。はい、わかりました。それがいいと思います。はい、こたつちゃん本当可愛いんですよ。もうね、ありがとうございます。 Facebook で自分家の子のような顔して抱っこして私時々写真出してますけど、ね、ありがとうございます、はい、こたつも先生のことが大好きだいや、あの好きじゃなくて困った時に、ね、便利なおじさんなそんなという感じですね。はい、今日はわざわざありがとうございました、はい、ちょっと時間になっちゃったんでね、はい、名護さんからもなんかちょっとあの質問していただきたかったんですが、ちょっと時間になっちゃったんで、またぜひ年明けぐらいに参加していただければ今度こたつちゃん連れてこれたらいいね。あ、そうです ね、 ね、外がちょっと怖がりでそう苦手だから麦ちゃんならちょっと喋ってくれるか分からないか。はい、はい、ではですね、はい、名護さんお願いします。
はい、ではありがとうございました。ぜひまたのご出演をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。はい、今回は、繁華のプログラムをまとめてみました。そして素敵なゲスト、首里にお住まいのともりさんと、こたつちゃんのお話で、勝手に盛り上がっていました。次回はですね、今までのものを少し分かりやすくお話できたらなと、今考えておりますという感じですね。はい、では名護さんお願いいたします。はい、犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇 78.0MHz、 インターネットはリスラジでリアルタイム配信、 FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。それではまた来週お会いしましょう。ナビゲーターはディンゴインストラクタートレーナーの末川と、インストラクターの名護でした。さよなら。さよなら。